さん、こんにちは。秋田という米どころが出身地だけあって、お酒が大好きな柳葉敏郎さん。若い頃は酒癖の悪いことで評判だったようですが、最近テレビで見かけない原因が、その酒癖にあるのではないかと言われています。酒癖の悪さから、共演 NG となった俳優さんもいるのだとか、また死亡説まで流れる始末。そこで今回は柳葉敏郎さんの酒癖の悪さがわかる伝説や干された真実、現在と姉の発覚についてまとめていきます。ぜひ最後までご覧ください。まずは簡単にプロフィールから見ていきましょう。本名山田敏郎から柳葉敏郎、生年月日1961年1月3日、出生地秋田県大仙市、身長171センチメートル、血液型 O 型、事務所融合事務所、相川翔さんと共に一世風靡セピアのメンバーだった柳葉敏郎さん。スーツでアクロバティックなダンスを踊る男らしさが数々の女性を虜にしていました。今では渋い大人の男になった柳葉敏郎さんですが、若い頃の柳葉敏郎さんがイケメンすぎると今でも話題となっています。男らしさが売りだった一世風靡セピアにいたからか、柳葉敏郎さんは酒癖が悪いと有名。天竜源一郎さん、三沢光晴さんと乱闘寸前になった。羽賀健二さんの車のボンネットをへこませたと、酒癖の悪さがわかるエピソードがいくつも残っています。志村けんさんとの飲み会での出来事、泥酔した柳葉敏郎さんはおもむろに服を脱ぎ、下半身を露出させて自身の股間を志村けんさんの頭の上に乗せて、バカ殿バカ殿とネタにして騒いだことがあるのだとか。ユーモアのある志村けんさんだったので、その場は揉めることなく終わったようですが、目上の方、それも芸能界の先輩への態度としては失礼ですよね。このように柳葉敏郎さんは茶目っ気のある方々らしく、踊る大捜査線の時は真逆のキャラを演じないといけなかったため、きつかったと漏らしています。酔っ払う前は体育会系スタイルを貫き、先輩にはきちんと対応をしているようなのですが、飲んでしまうと絡んでしまうみたいです。他にも和田アキ子さんと飲んでいた時にも、下半身を露出させて二度と顔を見せるなと言い渡されたようです。さらには和田アキ子さんのお店で勝手に100万円相当のロマネコンティを開けたとも言われています。二人の共演は確かに見たことないですよね。和田アキ子さんは一緒に飲みに行きたくない人のリストに柳葉敏郎さんを挙げているそうです。さらにはあるドラマの打ち上げで温泉に泊まった際、真っ裸になって騒いで踊っていたとも言われています。最終的には女子風呂をいたずら半分に覗いたのだそうです。こういった酒癖の悪さがテレビ出演が減っている原因なのかもしれません。ただし、すっかり落ち着いた今では酒癖の悪さが報じられることはありません。演技派俳優として高く評価されている柳葉敏郎さん、お酒で失敗して自分の立場を危ぶむようなことがないように、今後もお酒はたしなむ程度に抑えてほしいものです。先ほど和田アキ子さんとの共演 NG の話をしましたが、共演 NG の人は他にもいます。柳葉敏郎さんと共演 NG としてあまりに有名な織田裕二さんです。柳葉敏郎さんと織田裕二さんといえば、踊る大捜査線、柳葉敏郎さん演じる室井慎二と織田裕二さん演じる青島俊作の地位を超えた友情に胸を熱くした人は少なくないはず。ドラマでは強い絆で結ばれている2人ですが、実際は不仲で有名。織田裕二さんが柳葉敏郎さんの演技にダメ出しをしたことが原因だと言われています。その不仲はエスカレートする一方で、織田裕二さんがプロデューサーに室井を劇中で殉職させてほしいと頼んだことも明らかになっています。ドラマと映画のヒットに反して、その後も関係が修復することがなかった2人ですが、映画踊る大捜査線ファイナル撮影前に柳葉敏郎さんが織田裕二さん、監督、プロデューサーを誘って食事会を開いた時のこと、
柳葉敏郎さんが小田裕二さんに、最後なんだしお互いに頑張ろうと声をかけたことで次第に打ち解けていったそうです。柳葉敏郎さんの男気あふれる見事な対応ですね。一方の小田裕二さんは気が小さいことがバレてしまったようです。柳葉敏郎さんの酒癖の悪いエピソードは他にもあります。カンテレ岡ベロに出演した際、お酒にまつわる失敗談に苦笑いを浮かべる一幕がありました。番組終盤にお笑いタレント村上昌司が登場し、酒を飲んでいる柳葉には近づくなという明石家さんまの言葉を紹介しつつ、柳葉さんに酒の失敗談を迫りました。3年前の話として骨折ってますよねと投げかけると、柳葉さんは苦笑いを浮かべるしかありませんでした。それは同級生と一緒にお酒を飲んで気持ちよくなったという日の出来事。店には自転車で登場しましたが、飲酒運転になるため帰りは押して帰ったそう。不思議なんですけどね、お酒を飲んで自転車を押していくと自転車ってついてこないんですよ。意味のわからない発言にナインティナイン岡村隆史さんは、え、ついてこないと聞き返し、柳葉さんは左に曲がろうとするわけ。でも自転車はあっち反対方向の右側に行きたがるんだよね。で、そのまま倒れちゃったんだよ。その時にあばらをと恥ずかしそうに説明しました。だが追求は終わらず、冬に雪にうずもれて死にかけたこともあったでしょうと村上昌司さんに問いただされると、柳葉さんは再び苦笑。昔通った小学校の校門にえのきの大木がありまして、俺の中ではご神木と話し始めました。その日はものすごい豪雪、ところがいっぱい飲んだ後の雪が気持ちいいと大木に抱きついていたら、急に体が動かなくなっちゃって、そこで妻に電話し助けを求めたが、電話を切らずにそこに座って、雪が暖かくてめちゃくちゃ気持ちいいのよ、眠っちゃダメだよと自分に言い聞かせていたんだけど、寝ちゃったんですねと、もう笑いながら振り返るしかありませんでした。探しに来た妻は雪にうずもれた柳葉さんを当初発見できず、けれど足だけ出ていたらしいんですと、幸運にも雪から出ていた柳葉さんの足に気がつき、九死に一生を得ました。え、あの足はってなったんですかと岡村は大笑いしましたが、柳葉さんは妻に呆れられたね、バカじゃないのと罵られたことを反省していました。では柳葉敏郎さんは現在どうしているのでしょうか。死亡説も流れていましたが、こちらは事実無根で現在もご健在です。日テレのぐるぐる99のゴチになります。出演がなくなり、お茶の間で見る機会が一気に減ったことが原因のようです。ゴチのレギュラー出演は2016年の12月22日の放送が最後のようで、それ以降の活躍ですと2018年4月よりプレナスホットモット開口生姜焼き弁当の CM にも出演していて、お弁当の美味しさが伝わる演技をしています。2019年もテレビにちょくちょく出ています。安らぎの国から道財前茂役や、ドラマスペシャル黒原に刑事課強行犯係辻井幸則役、白い巨頭第三夜最終夜佐々木洋平役と活躍されています。高視聴率のコードブルーにも出なくなったため、ちょい役でテレビに出ている印象が薄くなってしまったのでしょう。このようにちょくちょくテレビには出ているものの、踊る大捜査線の時のような主要な役は回ってきていません。ですので、よく言えば全盛期と比べるとセーブ気味のようです。理由は分かりませんが、本人が仕事をセーブしているのか、自然淘汰されてしまったのか、このように主要な役が回ってこなかったことから干されたといった噂が出回ってしまったようです。そんな柳葉敏郎さんですが、2020年には単発ドラマに出演や、 TBS のドラマ鉄道警察官捜査ファイルで
主演を務められています。コンスタンスにドラマには出られていますね。2020年には5年ぶりに映画にも出演されています。2022年10月にはテレビ朝日ドラマザ・トラベルナース、同月には東映映画天魔荘の三姉妹、さらに2023年にも2月には仕掛け人藤枝梅安第一作シャイロックの子供たちに映画に出演しています。現在も俳優として活躍されているようですね。柳葉敏郎さんのプライベートはというと、自身のファンである一般女性と結婚されています。二人の馴れ初めはゴルフ場だったようです。柳葉敏郎さんのファンだった奥さんが思いや連絡先を書いた手紙をゴルフ場での待機中に渡し、柳葉敏郎さんがその番号に電話したことがきっかけだったそうです。普段なら連絡を取らない柳葉敏郎さんでしたが、なぜ連絡を取ったのかについては本人もわからないそうです。恋の神様が降りてきたのかもしれませんね。最終的に4年の交際を経て1997年に2人は結婚。この結婚を決意したのは、奥さんが当時住んでいた熱海で事故に遭い入院したことがきっかけだったそうで、柳葉敏郎さんは北海道での仕事が終わるとすぐ病院へ直行、3日間泊まり込みで看病したといいます。このことを通じて柳葉敏郎さんはこの先もずっと愛し続けたいという強い気持ちが芽生えたと語っています。柳葉敏郎さんと奥さんは今でもラブラブで、カラオケなどデートをしているようです。1999年には長女である桜さんを授かっていて、2008年には長男一路さんを授かっています。東京で一旗揚げた柳葉敏郎さんですが、今は出身地の秋田で生活をしています。短期の仕事の時は新幹線で東京に来て日帰り、長期の時は賃貸マンションを借りるようです。普通の人からすれば不便にしか思えませんが、なぜそこまで秋田にこだわるのでしょうか。今では二児の父となった柳葉敏郎さん、独身時代から子供を田舎で育てたいという思いがあったことで、子供が小学校に入る前に家族揃って秋田へ移住したそうです。柳葉敏郎さんは育児にとても積極的で、長女が生まれた時には1ヶ月仕事を休んで育児に専念し、息子が幼い頃には仕事の前に子守をしてから仕事に向かうと語っていました。もちろんおしめも変えますし、昨日はうんちの色が悪くてちょっと心配しました。でも親として当たり前のことですから、子供への愛情がものすごく伝わってきます。2015年には地元秋田県で柳葉敏郎さんが立ち上げたテニスのチャリティー大会にて親子ペアでの参加を増やしたいという思いから、第2回大会以降親子に限り合計年齢が45歳以上であれば参加可能にし、娘さくらさんと英治75の部に参加、時折勢いのあるネットプレーを披露し会場を盛り上げ話題になっていました。現在さくらさんが何をしているのかはつかめていませんが、情報がないということは表舞台ではなく一般企業に就職した可能性が高そうですね。長男一路さんは大仙市内の公立中学校に通っていると言われており、野球部に所属しているとのことでした。二人とも柳葉敏郎さんの希望通りのびのびと秋田で成長しているようですね。こうして最近では家族と共に愛する郷土で暮らしている柳葉敏郎さん、とある番組で衝撃の事実が明らかになりました。最後にこの話についてご紹介します。この話が話題になったのは2020年6月22日放送の NHK ファミリーヒストリーによるものでした。あまりに衝撃的な展開で放送中から大きな話題を呼んでいました。ファミリーヒストリーとは、著名人の家族の歴史を NHK が本人に代わって取材し、その結果を本人に伝えることで自分の知らない情報を通じてアイデンティティや家族の絆を見つめるというドキュメンタリーです。この回は母方の先祖の話から始まり、若くして亡くなった柳葉敏郎さんの父の話などが放送されていました。そして
番組の後半では、亡き父の話が膨らんでいく中で、父親が現在の母の前に別の女性と結婚しており、その女性に腹違いの姉がいることが発覚。さらに姉側も弟の存在は認知しておらず、加えてその弟が柳葉敏郎さんということに驚きを隠せない様子でした。柳葉敏郎さんはこれについて、昔から姉と兄が欲しかった、姉がいたというのは嬉しいとコメント。番組の終盤には、イボ兄弟の姉から番組に託された手紙が読み上げられていました。中でも姉の存在が発覚する瞬間に、柳葉敏郎さんが涙を流すシーンに、多くの人から感動したとの旨のコメントが殺到したそうです。いかがだったでしょうか。今回は柳葉敏郎さんについてまとめてきました。柳葉敏郎さんの酒癖の悪さにはびっくりしましたが、今では落ち着き、俳優として活躍し続けているようです。秋田と東京の行き来はかなり大変だと思いますが、子供を最優先に考えての決断だったんですね。都会の方が便利なのは間違いないですが、田舎の方が子供はのびのびと育ちそうですよね。きっと身も心も大きな子供に育っていることでしょう。今後も柳葉敏郎さんの活躍を期待したいですね。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。